まず質問を聞いてくださいその後問題を見てください 読む時間がありますそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から正しい答えを一つ選んでください1番女の人と男の人が電話で話しています女の人が花子さんと話せなかったのはどうしてですか もしもし、山田ですがはい、え、どちらのもしもし、もしもし山田ですよ花子の母ですが、花子はいますかよく聞こえませんが、春子ですかもしもし、もしもし聞こえますかいつ帰ってきますかさあ えっと、どちらに花子はどこに行ったのもしもし、電話が遠いんだけど。もしもし。もしもし、え、何？わからないんですか今、もう夜10時ですよ。花子と喧嘩でもしたんですかもしもし。 ええ、花子は家ででもしたんですか。もしもし、もうすぐ電池がなくなりそうなんだけど、もしもし。どちらの？どちらもこちらもないでしょう。あなたの奥さんですよ、花子。結婚したばかりなのに全く。あのどちらに？ 女の人が花子さんと話せなかったのはどうしてですか 2番 2> 男の人と女の人が話しています男の人が公園に行くことにしたのはどうしてですか ねえ、今日、夕方から虫の音を聞く会に行かない花巻公園でやってるの。え虫の声聞くのうちの庭でも泣いてるよ。お茶会でお茶も飲めるし。え、あの、苦いお茶うーん、あんまり。月の光の中で秋の草花ウォッチングもできるし。 先週からやってて、今日が最後の日なのよ。ふーん、秋の草ね割に地味だよね。毎年あるビール祭りもまだやってるよ。へえ、じゃあ行ってもいいか。一応カメラ持ってきてね。 男の人が公園に行くことにしたのはどうしてですか 番男のの人人と女の人が話しています男の人が今すぐに地震情報メールサービスに入らないのはどうしてですか ねえ、揺れてないお、ほんとだ。まただ。いよいよかもよ。大地震。ねえ、地震の情報サービスに入ろうよ。うーん。メール、パソコンにもらうのと、携帯にもらうのと、どっちがいいパソコンより、携帯の方をよく使うからな。あ、でも、 アドレス変わる。俺、携帯、他の会社のにしようと思ってるんだ。えそうなんだ。それに、知らせてもらったって、同じって気もするよな。そんなことないよ。心の準備ができるから、違うよ。そうか。知らないよりいいか。でも、俺はまたにした方がいいな。私は今、申し込むよ。

4番「夫が買い物から帰ってきました」「買い物に時間がかかったのはどうしてですか」「ただいま」 お帰り。ずいぶん遅かったね。スーパー混んでたのううん。空いててガラガラだった。でも、あのスーパー意外に不便なんだな。そう。大きくてね。商品が揃っているのはいいんだけど。欲しいもの見つけるのに、上に行ったり、下に降りたりして時間がかかったよ。で、頼んだもの。 買ってきてくれたうん。でも、全部揃ったら、急にトイレに行きたくなってさ。やだ。野菜も肉も持ったままトイレに入ったのまさか、トイレの前にカゴを置いて、トイレに入ろうとしたら。男性用のトイレは、1、3、5の奇数回だよ。間違えて入っちゃったのそうじゃなくて、1階は故障してるし、 3階は混んでるし、5階は掃除中。仕方がないから一度外に出て。駅のトイレまで行ったの。うん、近いからと思ってね。で、スーパーに戻ったら、元の場所にカゴがなくなっててさ、全部やり直し。スーパーの人が片付けちゃったのかもね。 なのに、時間がかかったのはどうしてですか 5番男の人と女の人が市民センターで話しています。男の人がヨガを習わないのはどうしてですか 市民センターっていろんなことやってんだね。そうよ。書道、英会話、パソコン教室とかね。実は、私も先月からここのヨガ教室に通ってるんだ。ふーん、知らなかったよ。ヨガって体にいいし、ストレスも解消できて気持ちいいよ。一緒にやらない前から 何か習いたいって言ってたから、いい機会じゃない。うん。けど、俺、体硬いし、運動苦手だから。激しいスポーツってわけじゃないんだし、やれば誰だってできるよ。本当に簡単なんだってば。そうなんだ。けど、そのクラス、もうずっと前から始まっちゃってるんだろう 突然入ってもついていけないよ。大丈夫。このクラスは初心者向きだから、いつ入ってもいいような内容になってるの。ふーん。ま、それならいいか。だけど、ヨガやってるのって、女の人ばっかりじゃないのそんなことないよ。先生は男の人だし、人数も半々ぐらい。ふーん、意外だな。 でもややっぱやめとくだってヨガで疲れた後に着替えて帰るのは面倒だからね男の人がヨガを習わないのはどうしてですか 6番男の人が銀行の窓口で銀行員と話しています男の人が今口座を作ることができないのはどうしてですか 口座を作りたいんですが、予約しなければいけなかったかないいえ、それは必要ありませんが、外国の方の場合は、外国人登録証明書はお持ちですかはい、持ってきました。失礼ですが、日本にはどのくらい滞在してらっしゃいますかえっと、3ヶ月です。 ああ、申し訳ございませんが、6ヶ月以上日本にお住まいの方でなければ講座はお作りになれないんですが。え本当にこれから2年以上いる予定なんですが。では、6ヶ月経ってからまたいらっしゃっていただけますでしょうか。うーん、そうですか。それから、その際には印鑑もご用意くださいませ。え ハンコですかそれは持っていませんが。では、カタカナでも構いませんので、お名前がわかる印鑑をお作りになっていただけますでしょうか。男の人が今、講座を作ることができないのはどうしてですか 7番男子学生と女子学生が学生寮で話しています。男子学生が本を借りることができなかったのはどうしてですか どうしたの困った顔して。レポートを書くのに必要な本、借りられなかったんだ。ええー、そうなんだ。でも、今日は火曜日だから、図書館が休館ってわけじゃないし、図書館利用カードを持ってなかったからとかいや、持ってなくても、住所が確認できるものがあればいいんだけど。じゃあ、なんでえ それがさ、貸し出し中らしくて。ああ、そういうこと。こうなるんだったら、先週にでもオンラインで本の状況をちゃんと確認しておけばよかったよ。そうだね。そしたら本の予約もできたのにね。男子学生が本を借りることができなかったのはどうしてですか 8番女の人と男の人が話しています。二人はどこで待ち合わせますか ここが頂上かと思ったのに、私、もうダメ。登れない。降りよう。せっかくここまで来たんだから、俺、頂上まで行きたいよ。私、マジで無理。じゃあ、下のロープウェイの乗り場で待ち合わせようよ。君は、この道を降りればいいよ。僕は頂上から、近道を降りて、すぐ追いつくよ。 あそこからバスに乗って帰ろう。温泉に入って帰ろうよ。温泉前にもバス停あるし。あそこからは、ロープウェイの乗り場から出るバスだから、そこでもう満員で通過しちゃうこともあるしな。じゃあ、急いで温泉に入って、ロープウェイの乗り場まで戻ったら温泉入って戻るって、ちょっときついよ。 その代わり、バス降りてから飯をおごるよ。本当じゃあ、それでもいいけど。<noise> 二人はどこで待ち合わせますか 9番女の人が dvd cd レンタルショップで店員と話しています女の人が借りたい dvd を借りることができないのはどうしてですか すみませんミス・チャイルドの新曲の CD を借りたいんですがたまにないんですよあ先週発売されたばかりのですかあれはまだ入荷していないんですよええー、そうなのええー、もうしばらくお待ちいただかないとそれじゃあ続4丁目の朝日の DVD あそこにあるやつは全部 貸し出し中の札がついているんだけど、他にはないんですかうーん、あそこに並べてあるだけなんですよ。四丁目の朝日ではいかがでしょうかね。ああ、あれはもう見ちゃったのよね。じゃあ、またにします。そうですか、申し訳ございません。 女の人が借りたい DVD を借りることができないのはどうしてですか